はい、ウクギャットです。今日はね、いつもとちょっと思考を変えてみまして、今日はね、イラスト風にというかアニメキャラ、漫画のキャラクターを描きますが、まず、後ろでかかってる曲は、マンハッタン・レイン堺のアルバムグラデーションからです。ちょっとダンディーな曲というかね、ニューヨークのマンハッタンの切ない恋の歌でございます。さあ今日はね、誰を書いていますか。そうですね、これはルパン三世の事件大好き。事件といったら早打ちのね、すごいですよね、かっこいいですよね。なんと、そうそう、昨日ですね、突然のニュースを聞きまして、まあ、お年は召されていたのは知ってましたが、小林清さん、次元大介としたらこの人ですね、俳優、声優、ナレーターの、次元が亡くなったぞということですよね。いやもうね、やっぱルパン三世っていうのはもう本当にかっこいい、そして面白くてね、大好きな漫画です。いやこっちにニューヨークにいててもね、あのビデオとかで見たことあるな、昔のをね。まあ、あのルパン三世って言ったらね、みんなあのモンキーパンチさんですよね。で、まあ、声優さん、初代の声優さんたちが僕は聞いた時のね、一番初めの声のイメージがあるんで、やっぱね、あのルパン三世の声って言ったらね、やっぱ初代だとかねありますが、納谷五郎さんが亡くなったの時も結構、ね、銭形ですよね、銭形の声とかね。まあ、まあ、小林さんは両方の、納谷さんが亡くなった後は、何人かの声とか、みんな声優さんがね、あの人たち真似できるから受け持ってね、分け合ってやったみたいな感じですよね。まあもちろん何十年もやってきたロングランの漫画だから、声がね、いろんな人が何世代も違いますけどね。もちろんルパン、クリカンさんかもね、すごくもう素晴らしかったけど、まあとにかく、この次元といったらね、やっぱ僕も次元と五右衛門好きですね。やっぱかっこいいね、男がね、やっぱ次元かっこいいなと思うよね。なんかこうルパン三世と一番初め会ってからも、なんていうのかな、こうずっと相棒じゃないもんね。みんなこの人もう、この人はもう殺し屋だもんね。だってね、ね、ルパンと会った時と もう真剣勝負であれだったけど、まあね、後にみんな仲間になるんだけどね、三鉄拳の彼だってね、すごいよね、次元の弾切っちゃうんだからね。で当時なんかやっぱあの僕はあんまりあのなんていうのかな、戦争とか好きじゃないしね、あれだけど、ピストルとかもあんま本当はね、あんま銃とか好きじゃないんだけど、ルパン三世に関して漫画の世界ではやっぱかっこいいよね。男たち、あのマグナムとかね、初めて聞いたのはルパン三世の中でだもんね。コルトだなんだとかね、次元の持ってるものなのね、こうでっかいでっかいピストル、まあ、名前は僕もあんまりよく覚えてないけど、
そう、あの僕の相棒の、そういえばあの音楽のね、相棒のカズモグルーヴ、僕らはあのジプシーロックってやってるんだけど、彼もねルパン三世大好きで、ちょっと僕らルパンに影響されてるところあるんだよね、音楽やっててもね。で、あの格好がね、カズもオイラも次元とかのルパンとか、まあゴエモンオイラ時々あの着物とか着いてニューヨークで演奏したりしたこともあるけど、なんか、まあ、ベースにあるかっこよさっていうのはやっぱ次元、このこういう帽子かぶってね、僕もこういう帽子かぶって、カズもこういう帽子かぶってジャケット着てみたいなね。いや、なんかかっこいいですよ、足細くてね。モンキーパンチさんかっこいい、あの足面白いねって、手足がむっちゃ細くね。いやいや、もうたくさんね、子供の時から夢を 見させていただいた楽しい楽しい漫画でしたね、アニメでした。いや、あのね、ご冥福をお祈りいたしますね、小林さん、素晴らしい、かっこ、ほんとかっこいい声の声の人でね、ほんとかっこよかった。今日はそんなことでね、水彩でも、これ画集です、画集でね、いわゆる漫画とかの描き方ですよね、な感じで人物もね、ちゃんと枠をちゃんと描いてる描き方です。まあ、たまにこういうのもいいでしょうね、いろんな絵描くの僕も大好きで、こだわらないで何でも描いてますよ。皆さんもね、あのいろいろやると楽しいですよ。これはね、不透明水彩画集、ポスターカラーとかこういうのとかね、漫画とか描くのにいいですよ、イラストレーションとかね。はい、ということで、ウクキャットでした。